佐世保線、佐世保線は、佐賀県貴島郡江北町の比前山口駅から、長崎県佐世保市の佐世保駅に至る、九州旅客鉄道、JR 九州の鉄道路線、幹線である。比前山口駅で、長崎本線から分岐し、長崎県北部の佐世保駅まで伸びる路線。佐世保市と佐賀市や福岡市を結ぶルートの一部となっており、山陽新幹線。 九州新幹線に接続する福岡市の鹿児島本線白駅から佐世保駅や大村線、ハウステンボス駅へ直通する特急列車が走っている。ほとんどの区間で国道34号、国道35号と並走している。また、非前山口方面と佐世保方面と行き来する列車は廃棄駅で構内配線の都合上スイッチバックする。 佐賀平野や廃棄駅周辺は軟弱地帯で、この区間は路盤が非常に悪いために、単線用の河川柱の多くが両側支持の門型のものになっている。以前山口駅付近、起点から 1.5km 地点までは、JR 九州本社鉄道事業本部直轄、大町駅佐世保駅間が、同社長崎支社の管轄である。2016年、 平成28年12月22日より、スマートフォンアプリ、JR 九州アプリ内の列車位置情報システム、どれどれが運用開始され、佐世保線内の列車位置情報が、リアルタイムで配信されていい。全区間に、博多駅佐世保駅間の特急、緑が16往復運行されている。緑のうち平日5往復、土曜、休日8、または9往復は、 博多駅非前山口駅廃棄駅間で大村線、ハウステンボス駅発着特急、ハウステンボスを並結している。ハウステンボスは通常は全列車、緑に並結されるが、ピーク期やハウステンボスでのイベント時には全区間単独運転の列車が設定される場合がある。また朝の上り列車、夕方以降の下り列車を中心に、ハウステンボス編成を連結する。 緑も4から5往復設定されている。佐世保線を運行する優等列車は特に、鹿児島本線博多駅と末期間の線路要領の関係から、後述する本州直通列車を含めて、多くの列車が、非前山口駅で長崎駅発着の列車と分割、併合する多層立て列車して運行されてきたが、2011年、平成23年3月12日の、 九州新幹線鹿児島ルートの全線開業に伴い、カモメと緑、ハウステンボースの併結が終了したのを最後に、非前山口駅で分割、併合を行う優等列車はなくなった。その後も、緑の一往復が、非前山口駅で、ハウステンボース編成の増解決を行っていたが、2016年3月26日のダイヤ改正で、 全編成佐世保駅発着に変更され、同時に廃棄駅でハウステンボス編成を切り離していた下り一本も全編成佐世保駅行きに変更、以前山口駅での優等列車の分割、併合は完全に姿を消した。2018年3月17日より廃棄駅佐世保駅間のみで特急列車に乗車する場合、 乗車券のみで普通車自由席に乗車可能とする特例が設けられたこの区間のみで普通車座席指定席やグリーン車に乗車る場合は指定席券あるいは普通列車用のグリーン車自由席券が必要となる。なお、廃棄駅をまたいで特急に乗車する場合は特急料金などは特例区間外のみで計算される。普通、快速列車の運行がある線区で 乗車券のみで特急の普通車自由席に乗車可能の特例が設けられるのは、日方本線、日南線、宮崎空港線の宮崎駅、宮崎空港駅間、大宇本線の新青森駅、青森駅間に次いで3例目であるが、従来の2例はいずれも、遠距離移動のターミナル駅とその自治体の中心駅との接続を考慮してのものであった。佐世保線の特例は、 これとは異なり、2018年3月17日のダイヤ改正で、廃棄駅佐世保駅間の普通列車が8、往復削減された救済措置として設けられたものである。なお、緑は従来通り、廃棄駅佐世保駅間の途中駅では、旅客乗降を扱う停車を行わない。戦後、1954年、昭和29年に、新中軍専用列車。 テキシー・リミテッド、テキシー・リミテッドが日本に返還されて、急行、再開と改名の上、東京駅、佐世保駅間を結んだのを皮切りに、東海道本線、山陽本線から、佐世保線へ直通する急行列車が多数設定された。その後、百六十四年、昭和十九年に、大阪駅発着の急行平戸、後に二代目、再開に、改名。 1965年、昭和40年に、東京駅発着の新大特急、桜、新大阪駅発着のディーゼル特急、緑、あとに、磯風、かもめに、変更。1967年、昭和42年に新大阪駅発着の新大特急赤月が運行を開始した。1975年、昭和50年3月10日の、 山陽新幹線全線開通後も夜行列車の再開、桜、暁は存続したが、その後の交通体系の変化に伴い夜行列車の利用客は減少の一途をたどり、1980年昭和55年10月1日に再開が廃止された。ついで、1九9九年平成十一年十二月四日に桜が早房との平結化に伴い、 桜の佐世保駅発着列車が廃止された。そして2000年、平成12年3月11日に、水星との平結化に伴い、暁の佐世保駅発着列車が廃止されたのを最後に、佐世保線と本州を直通する優等列車、及び佐世保線に乗り入れる夜行列車は消滅した。また、1999年3月13日から2003年、 平成15年3月14日までは、廃棄駅佐世保駅間に、佐世保駅長崎駅間、大村線経由の特急、シーボルトが運行されていたが、利用不振により廃止された。佐世保線内は特急、緑、ハウステンボス以外の列車は、快速、区間快速、シーサイドライナーも含めて、すべての列車が各駅に停車する。運転系統はおおむね廃棄駅で分かれている。 以前山口駅廃棄駅間は1の2時間に1本程度運行され、一部の列車は長崎本線の鳥栖駅まで直通、1往復のみ、鳥栖駅からさらに鹿児島本線に直通する列車も設定されている。下りは吉塚駅廃棄駅、上りは廃棄駅文字工駅間で運行。 吉塚駅始発の列車は2012年3月までは山陽本線下関駅始発で運行されていたが、同年3月17日のダイヤ改正で、文字港駅始発に変更され、2014年3月15日のダイヤ改正から現行の運行区間となっている。有田駅三河地駅間で佐賀県と長崎県の県境を越えるが、長崎本線の非前大浦駅。 遊泳期間と比べると比較的本数は確保されている。そのため、普通列車で長崎本線比前山口駅伊藤、鳥栖方面と伊佐早駅伊勢、長崎方面を行き来する場合、時間帯によっては運賃は割高になるが、廃棄駅経由の方が目的地に早く着ける場合もある。かつては半数強の列車が佐世保駅まで直通していたが、 2018年3月17日のダイヤ改正で佐世保駅まで乗り入れる列車は下り3本上り2本のみとなり、その他の列車は廃棄駅で乗り換えが必要となった。なおこの区間の普通列車の本数自体は変更ない。また、廃棄駅発着の普通列車のうち1往復は、非前山口駅で長崎本線非前大浦駅発着の普通列車と分割。 併合を行っており、鴨もと緑の平結運転終了以降は、非前山口駅で分割、併合を行う、唯一の多層立て列車となっている。廃棄駅佐世保駅間は、シーサイドライナーなど、大村線に直通する列車に加え、朝、夕方以降は、廃棄駅佐世保駅間のみ、運行の列車や、廃棄駅移東に直通する列車も設定されている。 これらの列車を合わせて、超、夕方以降には1時間に2から3本程度の普通、快速列車が運行されるが、日中は1時間にシーサイドライナー1本のみの運行となる。全線で車内収集式、ワンマン運転を実施しているため、佐世保線内では主にワンマン運転対応の817軽電車が使用されることが多く、 ラッシュ時など車掌が乗務する列車には813系電車や415系電車使用されている。大村線から乗り入れる列車にはワンマン運転対応のキハ66.67系、機動車やキハ200系機動車が使用されている。機動車は廃棄駅佐世保駅間の区間列車の一部にも充当されている。2009年3月14日から 松浦鉄道直通運転列車の運行が再開された。2015年6月1日現在の運行区間は、佐ザ発廃棄行き、廃棄発イマ行きで、松浦鉄道の車両、MR-600 系機動車が使用されている。以前は、松浦鉄道の列車が、佐世保駅から廃棄駅まで、JR 大村線の快速、シーサイドライナーの一部が、佐世保駅から、 松浦鉄道佐々駅や田平平戸口駅まで直通運転していたが2006年3月18日のダイヤ改正から中止されていた JR の車両はキハ66.67系、機動車が使用されていた有田東起式館中には福岡、熊本方面から臨時列車や団体列車が運行されるこれには811系電車や 駅ハ185系機動車など通常させ母船には乗り入れない車両も使用される。以前山口駅有田駅間は JR 貨物の第二種鉄道事業区間となっているが、1996年、平成8年に貨物列車の運行は廃止されトラック輸送に切り替えられた。現在は1日17.5往復のトラック便が有田駅と長崎本線安島駅との間で、 運行されている、鍋島駅発が18本、有田駅発が17本。2006年、平成18年により、JR 貨物としての有田駅は、有田オフレイルステーションの名称を用いている。毎週土曜日に、クルーズトレイン、七つ母子院九州が、長崎本線非前山口駅廃棄駅、佐世保駅廃棄駅、大村線のルートで運行されている。 運行開始当初は、大村線廃棄駅非全山口駅、長崎本線のルートで、当線内で旅客乗降を扱う停車は行っていなかったが、2015年3月22日運行分より、現行のルートとなり、有田駅と佐世保で旅客乗降の扱いを開始した。なお、廃棄駅、佐世保駅に向かう時のみ、と佐世保駅ではスイッチバックが必要なため、 機関車の着回しが行われている。仮に、九州新幹線長崎ルート、西九州ルートが開業すると、当線の非前山口駅武雄温泉駅間が組み込まれる。佐賀県の説明によると、同区間は複線化、路盤強化が行われ、最高速度が時速 130km に引上げられる。この対応にかかる費用は、JR 九州の試算によれば、 約120億円となり、国からの伏線化補助金が約30億円、残り約90億円を佐賀県と JR 九州で分担するとしており、佐賀県によれば県の負担は国とほぼ同額の30億円プラスマイナスアルファにしたいとされている。ただし、佐賀県と JR 九州の費用分担の協議はまだ行われていない。また、長崎県。 佐賀県並びに JR 九州はこの区間の複線化を整備新幹線扱いにするよう国に要望するとしている。実現すれば佐賀県の負担は122億円に軽減されるほか JR 九州は受益の範囲内で線路使用料を支払うことになり両者にとって都合の良い案であるが前例がないほか国の財源がないため財務省のガードは固い模様。 九州新幹線長崎ルート、竹尾温泉伊佐早間は2007年、平成19年12月のいわゆる三者合意により、広北町と鹿島市の長崎本線の JR、九州からの経営分離への同意が不要とされ、2008年、平成20年3月に国土交通大臣による着工認可が下り、4月に着工された。ただし、 佐世保線の区間の複線化工事の具体的な概要はまだ明らかにされていない。ただ、用地買収開始から工事完了までの期間は5年程度という見解が JR 九州から示されていると佐賀県は説明している。また、新幹線の区間に組み込まれることによりこの区間の列車本数が増加すことにより、踏切の閉鎖時間が増えることが予想されるため、 大町町からこの区間の高架化を求めるとの要望が出ているが、佐賀県は高架化が必要なほどの道路交通量はないとして、否定的見解を示せている。2010年4月5日に、鉄道、運輸機構は、以前山口駅武雄温泉駅間の複線化、路盤強化費用が約175億円となる、という試算結果を発表した。 JR 九州の資産と異なり、高橋駅かけ温泉駅間については腹つけ、先造ではなく新たに伏線を新設するため費用が膨らんだとしている。そのため、佐賀県の負担額は約47億円に増大することになるため、佐賀県知事の古川康氏は改めて同区間の複線化事業の早期着工と整備新幹線扱いの適用を求めた。 2011年12月26日に政府は長崎ルートの諫早駅長崎駅間の新規着工並びに非前山口駅武雄温泉駅間の複線化事業を整備新幹線扱いにすることを決定した。これについて佐賀県知事の古川康氏は歓迎する見解を示した。しかし大町町長の竹村博正は町内に踏切が8箇所あることで渋滞や 事故の危険性、腸内南北の往来に支障が出るとして、改めて町内区間の高架化を求める意向を示した。現在の佐世保線として扱われる区間のうち、以前山口から廃棄までの区間は、九州鉄道により、都市と長崎を結ぶ、幹線鉄道、長崎線の一部として建設されたもので、1898年に開業した廃棄から分岐し、佐世保方面に向かう。 四川区間のみが佐世保線とされていた。1907年に九州鉄道が鉄道国有法により買収国有化され、1909年の国有鉄道線路名称制定により鳥栖廃棄、長崎間が長崎本線、廃棄佐世保間が佐世保線となった。1934年に長崎本線が有明線を編入して、 現在のルートへ変更されたことに伴い、非前山口廃棄間を長崎本線から分離し、佐世保線へ編入したことで現行の佐世保線となった。また、現在松浦鉄道西九州線の一部となっている、旧国鉄松浦線の佐世保北、佐世保間も、当初は佐世保線として開業している。当初、九州鉄道は、竹大村間を嬉野を通るルート、 九州新幹線長崎ルートや長崎自動車道に類似で計画していたが、嬉野温泉の客が素通りするとの沿線住民の反対により、誘致運動が起きた有田へ向かうルートに変更された。JR 九州の直営駅は、竹大温泉駅、廃棄駅、佐世保駅、JR 九州鉄道営業による業務委託駅は、非前山口駅、有田駅で、その他の駅は、 簡易委託駅、または無人駅である。船内で運行されるワンマン列車2両編成3ドアに関しては、3つの直営駅、竹尾温泉駅、廃棄駅、佐世保駅と非前山口駅は終日、有田駅は営業時間内のみ、すべてのドアから乗り降り可能。営業時間外の有田駅及び、その他の簡易委託駅、 無人駅では一両目中央と二両目のドアは開かず、乗車時には一両目の後ろのドアから整理券を取って乗車し、降車時には運転士に運賃、または乗車券を渡して一両目の前のドアから降りることになる。平均通過人員、輸送密度、旅客運輸収入は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。